はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。あーです。キングズフィールドをですね、やっていきます。よろしくお願いします。ということで、回復兼ねまして、ライト紹介の場所も見つけました。ここね、うにゃうにゃしてるところの場所、竜王荘じゃなくて、泉がある近くにライト紹介あるみたいなんで、まず、回復薬をわりかし買ったんですけど、まだお金が結構余ってるんで、せっかくなんで、装備を整えちゃいますね。盾がね、貧弱な盾しかないんで、これしかないんで、ナイトシールド買って、プレートもね、この、ヘルメット、これも買っちゃいましょう。で、これね、プレートもナイト、あれ？あ、これ、なくなっちゃった。ナイト感のある、このヘルメット、じゃなくてプレートを買いましょう。その、いずれね、出てくるとは思うんだけど、まあ、いずれより、今欲しいんで、なるべくナイトシリーズでも揃えちゃえば、いいのかなと思いますので、これと、これは、吹っ飛ばしてと。ああ、間違えちゃった。コメントありがとうございます。2パート分続けてやったんで、たくさんコメントをいただいてたんですけど、まあ、うっかり書き忘れちゃって、今ね、ここの左画面上に出してるんだけど、まあ、俺だけね、見えるように。ちなみに何があるんだっけ？これか、ナイトプレート。まず、葉っぱも回復でストレスね、ステータスも回復。あ、違うな、こっちじゃないな、右側に出そう。まあ、回復薬みたいなんで。はい、ありがとうございます。で、HE はね、ヘッドイーターありがとうございます。多分なんか、でかいヘッドイーターがいるんだよね、多分どこかに。それにあって、そうすると番人？なんか牢屋の番人さんかな？が多分いるんだと思うんで、そいつを、まあ、丸飲みされたって言ってたから、その人がなんか落としてるのかなと。落としてるっていうか、丸飲みしたヘッドイーターから、なんか手に入れられればいいかなと思うんだけど、早速、もう場所迷ってんだけど。逆だよ、逆。こっちだ。道ある？あるね、OK。こんなもんですかね。あとは、なんだ？俺のはまだね、宝箱開けてないところがあったんだよね。あれかな？あと扉もなんか開けてない場所があったみたいなんだけど、どこのことかな？とりあえずこれ、あ、合わないか。扉もね、なんか間違えて、あ、合わない。なんだ、ここ。どこだろう。最初の2分、これ動画再生すると危なくなりそうだからな。とりあえず開かない、ここまだ開いてないんで、ここのことかな？とりあえず開けてみよう。せっかくなので。あ、これじゃない。あれ？これじゃない。あ、ここじゃないんだ。どこのことだろう。その R が開けてないところに、スイッチがやっぱあるらしいんだよね。なので、ちょっとそれだけ参照しようかな。あと他になんかあったかな。どっか開いてない、開いてないですか、開けてない場所あったかな。まあ、少なからずどうも、他にじゃあ見ながらやると、このゲームなんかすごい少ない時間で、少ない人数で作ったという非常に危険なね、ゲームだったらしいんですけど、昔からそういう危険な、なんだろう、ことは横行してたんですかね。嫌ですね。ちょっとじゃあ動画参照してみますね。はい、ちょっとすぐ録画しながらと動画がちゃんと動かないんで、無理やり進んじゃいます。おお、ダメージが全然通らねえ。あ、こいつはいいや。これはいいや。いらねえだろ、スイッチなんて。ありがとうございますね。あとは、なんかあったかな。まあ、ハインツは一体何者だったのかっていう話だね。結局もうあれ帰れたんですかね。たまに行くとね、すぐ消えてなくなるから。
なんとも言えない。で、あとは人でも魔物でもないものを探しなさいと。牢獄の近くにいるんだっけ？結構急ぎ足でね、回っちゃったんで。まあ、苦戦してたんですけど、まずは、そうね。そのヘッドイーターちゃんを破壊したいんですよね、R は。で、そうすると、なんだろう。なんか、牢屋の鍵みたいなのが手に入れられて、で、そこから、あの牢屋の場所に行けるんじゃないかなと思うんだけど、ヘッドヒーターどこにいたっけ？ねえ、ゴーストもね、いずれ叩き潰せるんで覚悟しとけ。そのボス級のヘッドヒーターは俺は合わなかったのかな。ただ単に巡り合わなかっただけかな。くたばれい。そうか、攻撃力は別に上がらないのか。まあ、3ゴールドも立派なお金ですからね。ところで、俺は、どこ？これ盾ごと引いたら、おお、そっちか。何も起こらない。もう一回。ちょっとダークがね、怖いんで。早めにね、パパッと済ましたいわけだ。こういうところは。ここはどこだ？場所わかんなくなるからな、すぐ。あまりの方向音痴でな。ごめんなさいね。本当に地図があっても、全く参考にできない。迷うタイプなんですよ。バトラックスいらないっす。ん？あ、おい、ちょっと、おい。引っかかったよ。危なかったには。ここも、墓石？あれ？あ、ここ、何？え？通れないの？ん？どこだ？じゃあ、こっちか。あ、こっちですか？違いますよね。あ、ここか。わあ、ちょっとリザード。お、宝箱、やったぜ。出た！バーダイト！こう、魔力が上がる、設定でいいのかな？食える？お、ありがとうございます。魔力が上がりました。まあ、あんまり MP がすごい少ないんで、まだまだ、ちょっと先の話かと思う。おらー 今食らったかな？まだまだちょっとね、この進化が発揮されるのは先のことかと思うんだけど。よし。これ怖いな。うっかり、タイミングを、くっそ、邪魔すぎる。うっかりタイミングを間違うとね、落下し待ったなしだからな。よし。おらー。どうしようかな、ヘッドイーターさん。見つかるかな？痛い。相打ちやめてください。困るんです。こっちは？ああ、なんでもないのか。いるかな？くっそ、てめえ。ちなみにさ、これ、剣を振るとね、ドックンドックンって、心臓の音が鳴るんだけど、心臓の音じゃないのかな？ これが 早えよな。ヘッドイーターの強さがピークだよな。おお、ちょ、4発か。すげえよな。ベジータ登場の時くらいすごい強いよな。どこで差がついたのか。おっと、あー、強い。こっちじゃないのかな？もっと別の場所に巨大というか、まあ、大ヘッドイーターがいるんですか？ん？君じゃないよね。ん？あれ？
あなたそんなとこにいたっけ？なんでそんなとこにいるんですか？っていうかあのゴーストがさ、ダークを飛び道具として撃ってこなかったのが本当に不幸中、ありがとう、不幸中の幸いだった。おらさて、俺はどこを回ったのかが全く思い出せない。こっちはなんだ？怖いのはさ、こっちはなんだって言ってさ、俺が今通ってきた道だったりすると非常にまずいことになるんだよな、あまりの俺のアホさに。あ、これお助けくださいじゃん、救いの手を。まだいるかな？いなくなってる？それとも君は、ああおかしいよ、もうこんなの絶対おかしいよ。よし、あれからなんか戦い方が違うのかな。いや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 、このスピードだろ、対応できねえよな、アイテム落とさねえしな。あ、もっと先か、救いの手は。あ、まだいるわ。北側の戦士の墓の奥に魔導士の土の神殿があります。何のために作られたのか分かりませんが、行って目が見えなくなってしまったのです。あら、本当に盲目になっちゃったんだ。あらあらあら、それなのに竜王草の実なの？あれかい、竜王草の実は目も治るのかい？ステータス異常かな、盲目過去ステータス異常バキかな。なんか手術で速攻で治るみたいな感じなのかな。戦士の墓の北側だっけ、北側の戦士の墓の奥はあびっくりした、やめろやめろや。あれよね、その万人の、まあ万人の鍵過去仮が必要なところだと思うので、多分まだダメだと思うんだよね、行っても。その巨大ヘッドイーターなるものをぶっ倒さないことにはこの先生き延びられないと思うわけだよ。ここ一周してきただけだよね。よし、わかった。じゃあこっちかな、南側を探索しようと思います。特にそうね、こちら側についてはコメントいただいてないもんね。死ぬのかな、こっちにもね、このちっちゃいイーターちゃんがいるんで、多分どこかしらにいるでしょう。あ、いるいる、大きいのがいっぱいいるわ。よし、じゃあもう全員全滅のスタイルで。レベルが13か、とりあえず15だな。くっそが、これ魔法にあんまり頼ってるとさ、きついよね。魔法がきつくなった、 HP が、万人ハービンホースト力を、そうか、この人が巨大ヘッドイーターにやられたんですね。丸飲みされたってわけか。真理を知らぬ者立ち去るなかれ、真理を知らぬ者立ち去るなかれ、なかれってどういう意味だ俺。多分立ち去りなさいって書いたんだけどさ、なんか現代の日本の感じだと立ち去る中だと立ち去ってはいけませんみたいに聞こえてしまう不思議。真理を知らぬ者は立ち去ってはいけませんみたいに聞こえる。でもちゃんと地図上には載ってるんですけど、残念ながらやっぱ地図があればね、真理がどうとかってそんなことは一切関係ないから。俺すごい薬草がいっぱいある、なんでここは、ほっとけ勝手に草入るポイントかな。あー逃げ気が優し
そうか、最悪このモンスターを買っていれば、まあ薬草アイテムも、まあ、獲得できる可能性はあるのかな。しかし君は強いね。とにかく強い。だから薬草は俺を裏切らない。よいしょ。おー、すごいね。大盤振る舞いだな。まあ、もっかその巨大ヘッドイーターですね。それさえ見つければいいわけだ。おーれ、痛い。強い。あとは扉か。うん。ん？あー、またここか。またその資格はないのか。これ何なんですかね？ワープゾーンなんですかね？何でもいいんですけど。用途不明の部屋はね、こちらとしても困るんだ。これは何？バートラックスの方がいいかな？おれ、強い！よっ、おら！今若干、あれ？この木ちょっと動く？足音騒動、いらねえ。早く売ろう。魔法もどんどん使おう。HP が高い敵に、もしくは、やっぱやりづらい敵かな。あれ、ちょっと長いな。あ、ここからが地図のない場所。お、宝箱か。お、開く開く。お、水の封印石。用途不明の石がまた増えましたね。俺別に封印されちゃいないんだが。